カンバーランド・フォールズ・シャローウォーター・メテオリット・オーブライトは、1836年に、フランスのニオンに落下した、小さなエイコンドライト隕石オーブ・アーズに由来する、隕石の分類である。主に奇跡、眼科奇跡で構成され、エンスタタイト・エイコンドライトと呼ばれることもある。火星作用を受けている点で、原始的なエンスタタイト・エイコンドライトとは区別され、小惑星で形成されたことを示す。 オーブライトは通常明るい色で茶色の溶けた殻を持っている。大部分のオーブライトは高度に隠れ気眼化しており、しばしばガツが起源のように見えると言われる。オーブライトは主に鉄が少なくマグネシウムが多い射砲奇跡、または眼科奇跡の白い大きな結晶から構成されている。このマトリックスの周囲に少量の寒暖石、 ニッケル鉄金属、トロイライトの層が存在し、強い還元環境下で火成されたことを示している。大部分のオーブライトは高度に角歴眼化しており、親天体の激動の歴史を証明している。またコンドライトの捕獲眼を含むものもあり、親天体は F コンドライト蘇生の小惑星と衝突したと考えられている。 オーブライトのスペクトルを小惑星のスペクトルと比較すると、二サ族の E 型小惑星のものと非常に似ている。小さな地球近傍天体のエゲルは、しばしば、オーブライトの親天体であるとされる。ありがとうございます。